私についてきてください。セクシー海洋ツアースタートです。いやー暑くなってきたし、やっぱり海の上って風が気持ちいいね。ケンタロウ、やっぱり乗り物って男のルマンだからね。進めてか、ケンタロウこんなかっこいい船よく用意できたね。高かったでしょ、立派だねこれ。まあ高かったでいうか、まあ俺の手作りだから無料だねこれ。ちょっと待って、これケンタロウの手作りなの？そうだよ。お前早く言えよ、これ沈没するかもしれないじゃん。だって船なんて高いんだからさ、買ったらセクシー海洋ツアーの参加費払えなくなるんだもん。てかまず何そのセクシー海洋ツアーって、さっき言ってたな、なんかあれ、てか待って、あれケンタロウ、ん、あのガイドのお姉さん見失っちゃったよ。あれ、ちょねえお兄ちゃんが雑談してるから早く乗って。はいはいはい、座って、はい座りました。まあ、いいよ、でも進んでたら見つかるっしょ。お願いケンタロウ、スタート、進め。大丈夫かケンタロウが。本当に見当たらないよ。本当に見当たらないね。おい、海で遭難しちゃうって。一旦じゃ止まろう。止まる？待って。何？お兄ちゃんどうして下？下見て。下？あ、なんか見えるけど、え、あれサメ？やばい、ケンタロウ、なんとかして頼む。進め。進めて、無理だよ、こんなボラボラな船で。バカ。ふざけんなよ。進めない。嘘でしょ、どうすんの。あ、やべ、ごめん。ちょ、ケンタロウ、サメが、どうする。見てろ、泳ぎ。戦い、サメと。サメの野郎。あー、ごめん、死んじゃった。死ぬ。あれ？ここは？え？あれ、そういえば俺たち、サメに襲われて無事だったけど、変な島に流れ着いちゃったのかな？あ、ケータロいた。おい、大丈夫か？半分、頭の半分水に浸かってるけど。おい、起きろ、ケータロ。大丈夫？死ぬはずなのに。おい、ふざけんなお前。生きてるよ。なんで生きてんの？サメに食われてるじゃん。いや、お前がなんかセクシー海洋ツアーとかいうさ、変なツアーに手作りボートで参加したせいで、俺たちサメに襲われて死にかけたじゃん。まあでも生きてたんだからいいじゃん。これも経験だよな。てかここどこ？多分だけど日本の端っこのどこか、無人島かな。これ無人島なのかな、わかんない。どこか無人島？マジかよ、船もどっか行っちゃったし。俺たちこれからどうすればいいんだよ。まあでもとりあえず助けが来るのをさ待ちながらここで生活するしかないよね。お前のせいだよ。帰ってくんな、こっち帰ってくんな、こっち。はい、上陸禁止です。いや、バイバイ。え、サメに食われるよ、ケンタ、そっちだら。バカなの？まあいいや、ケンタ、とりあえずさ、島の中入ってみようよ。なんか食べれそうな木の実とかさ、食料とか調達しないと、これから生きていけないし。確かに。よし、行こう。ケナタの探検団、出動！はい、ということで、ね、今回はね、ケンタロウが変なツアーに変な船で参加したせいで、僕たち二人とも無人島に流れ着いてしまいました。ここはどこ？僕たちがね、かわいそうって思った人はね、チャンネル登録、高評価、応援コメントお願いします。あとちょっとチャンネル登録者50万人なんで、こちらもチャンネル登録お願いします。応援してねー。お兄ちゃん、こっちにいる、こっちにいる。どうしたの？何？なんでそんな去ってんの？見て、あそこ、あれ？ルーラがあるの。おっとだ、村だ。しかもさ、あの煙突モクモクしてるところ近く、人がいるの見える？ああ、あれか、見える。うわあ、てか待って、なんか何、女の子じゃない？あれ女の子だね。しかもなんか水着着たセクシーな女の人だよ。そうだね、水着で生活してんのかな。ちょ待ってよケンタロウ、なんかずっと見てるなお前。こっち向けよお前、ずっと水着の女の子見てるな。ちょっとこっち向いてよ。離れなかった。
望遠鏡が。なんかたまたま流れ着いた無人島が水着のお姉さんがいる島だった。まさかの。別に嬉しくとかないけど、別に仲良くなりたいとか。ジェネさんの水着のお姉さんは嬉しくないけど、とりあえず情報収集しに行く。そうだね、いきなり村見つけたし、別に嬉しくないけどね、情報収集のために。よし行こう、情報大事だし。嬉しそうだなあの人よし、いいよケンタロウ、ここが入り口か。あ、入ってみるね。うん、すみません、あの水着の女の子に話しかけに来たんじゃなくて、あの情報収集しに来ましたって。ちょっと待って、めっちゃ水着の人がいる。一人や二人じゃなかった。え、まだ水着の人いる。まだいんの？一人じゃないんだここ。あら、お客さん珍しいわね。あ、こんにちは。ちょっとあの、僕たちこの島にも迷い込んでしまって、ちょっと話とかって聞いてもいいですかね。あ、全然いいわよって。ちょっと待って。はい、なになに、クンクンしてるよ。おい、んお前たち二人、まさか男？あ、はい、男ですけど。ねカン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 、みんな男だ。男がこの島に侵入してきたぞ。え、八つ裂きにして焼いてしまえ。ちょ、どういうことここは男子禁制の女人の島。男は一人残らず排除する。やばいやばい、痛い痛い痛い、ゲートルやばい。逃げよ逃げよ、ゲートル。どこ行った？逃げろ逃げろ、めっちゃ追いかけてきてる。とりあえず逃げろ。嘘でしょ。なんとか逃げ切った。いや最悪だよケンアタロ、セクシーなお姉さんたちがいる最高の島かと思ったら、男を全員殺すとんでもない島だったよ。殺される前にこの島から脱出しないと。いやいや、でも脱出するったってさ、俺たちこの島から脱出する手段なんてないよ。船壊れちゃったんだし、あのケンアタロのオンボロ船が。 No. 何？俺は天才発明家ケラ太郎だぞ。船なんてちょいの作れるんだから。ああ、まあそういえば俺たちお前が作った船でここまで来たんだった。だからこの天才発明家が脱出用の船を作るからさ、鳥に乗って一緒に逃げようぜ。んー、でもケンアタロのあの船乗るの信用できないけどな。まあでもここで女の子に狙われて死ぬよりはマシだ。え、ちなみにさ、脱出用の船作るためにさ、材料とかなんか必要なのあんの？ホト、原木と、ちょ、待って、今その手に持ってるの、ちょっと、え？そのレシピどっから持ってきたんだよ、なんで持ってんの？え、なんか、さっきのあの女の人の村に落ちてたから拾ってきたんだよ、落ちてた。でもなんかこれ、おお、俺が船作った時の設計図と違うな。レシピだ。だって俺が作った船は、木の棒9個で作れたんだよ、あれ。木の棒9個？そりゃ沈没するわ、うん、ってことはこれじゃあ、よいしょ、レシピ見ると、これで必要なのは樽と、なんだこれ、うん、上になんか帆みたいなやつと船の土台みたいなやつがあるんだけど、これどうやって作るんだ、はいはい、原木と樽はわかるけど、帆を見つけるしか無理だと思うな。帆を見つける、原木はそこら辺にあるしね、どうすんのこれ、うん、だってこの人たちもどっかから来たってわけだから、絶対船の材料とかあるはずだよ。そうだね、とりあえず探すしかないのかな。うん、とりあえずさ、この島探索してみよう。そうだね、もしかしたらさ、普通にどっかに船落ちてるかもしんないし。そんなことあるかな。まあ行くか。まあとりあえずあっちには戻れないから、一回見てみる。そっち大丈夫？あ、なんか探し回ってる、俺たちのこと。あっちはいけないね。待って、お兄ちゃん、ここ見て。なんか建物あるね。なんだあれ、なんだあれ教会かな。ちょっと行ってみようよ。なんかある骨。これ絶対これ男の人の骨でしょ。これ俺たちも、けどそれなんか後ろの鼻気をつけて、これ毒だ。毒花だ。危な。あ、ちょ、ふざけんな。気をつけて、それ毒花だから。とりあえずじゃあ行ってみるか。こっち墓があるけど。お邪魔します。どっからお邪魔しますし、さあてか。なに入るか、ちょっと気をつけてよ、人いないか見てよ、しっかり。大丈夫？セクシー、大丈夫そうだ。ない何に使われてるんだろう、教会って言っても。
この島で一体何が行われてるんだ。本当によくわかんないよ。女の人たちの、あ、待って、お兄ちゃん見て見て、タルある、タル、あ、タルあるじゃん。え、これもらおうぜ。作ることもできたけど、もうここでゲットできるならその方がいいしね。それなんかもしかしてこの辺に、え、なんか下に3つあるよ。え、何これ、え、何これ、ちょどかしてみよう。ちょ、本当に行く、本当に、ちょ怖くない、やめとく、行くこれ、いや、ちょ、どれ行くの、うん、行ってみようよ、せっかくだし。どうするんだよ、下に男殺し部屋があった。男殺し部屋があんのかな、ここ。男殺し部屋、教会の下にあんの、そんな。うわ、すごっ、すっごい怪しいとこ。うわ、え、なにこれ、なにこれ、なんか怪しい場所来た。ろうそく立ってるし、なんか女の人たちの秘密基地だ。女の人たちの秘密基地なの、これ。袋ある、待って、お兄ちゃん、え、あった、え、ほら、ほら、ほがある、船のほ。あとなんか銃もあるよ。お兄ちゃん銃持っていいよ。あ、銃持っていい。え、なにこれ、俺バンブースピア。なにそれ、俺バンブースピア。え、なんか知らないけど、皆さん武器と、いて、ちょっとさっきから何した、銃と砲をゲットしました。え、いきなりじゃん。2個ゲットだ。2個ゲットしたけど、あるんだ、ほって。てか、ここ何なんだろうね。なんか怪しい女の人の地下施設。は、待って、けど、ここの袋になんか女体化ポーションと男の日記がある。ある男の日記、ちょっとある男の日記見るわ。ちょ、女体化ポーション持っとく。うん、よし、じゃ読もっか、その本。ちょっと読んでみるね。はぁ、待って、もうなんてことになっちゃったろう。女の声がする。ちょ、なんか、どうしよう、ここ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 、目の前にいる、目の前にいるよ。あ、ほんとだ。はぁ、失っちゃった。この伝統的な女の島に男を入れちゃうなんて、村長の私、なんてみんなに説明したら。あ、くよくよしてらんないわ。なんとしてでもあいつらを見つけて服を脱がして、焼いて食べるのよ。よし、あー、犯人どこだ、男。あ、危なかった。聞いた、聞いた、太郎、聞いた。あたりにその本読んでみるか。なんだこの島は、女しかいない。しかもやけに男を嫌っているみたいだ。村に近づいたら襲われた、危うく死ぬところだった。どうにかしてこの島から脱出しなければ。だって、キャタロウ、え、じゃあ俺たち以外にもこの島に迷い込んだ男の人たちがいたってことからしいね。でも結構だいぶ前みたいだけど。あ、なんか2ページ目もあるわ。続きあんの、うん、2ページ目。あ、次の日だ。だいぶ船の素材が集まった。来る日に備えて隠しておこう。ここになんか隠し場所が書いてある。うお、船の素材、多分そうだね。船の素材の村の南にある教会の地下、あ、ここだ。2、村の西にある古城の屋上。3、村の東にある火山の奥地。4、村の南東にある海底神殿。だって、そういうことか、脱出しようとした他の人が作ったやつだったんだね。そうだね。残り3箇所もあるみたいだよ。古城の屋上、火山の奥地、海底神殿だって。お、じゃあ今からさ、それ通りに行けば脱出できるってこと、船が作れて。そうだね、そういうことになるね。ってことは、ナイスだよ、この先駆者。え、まだ続きあんの、それ。あ、まだ続きあったわ。あるの、読んでみて。3ページ目、その次の次の日だ。クソ、船の土台と砲を女たちに取られた。これじゃ島から脱出できない。なんとかして村に侵入しないとな。え、奪われてる。何してんだよ、あいつ。砲取られたらしいよ。え、ほんと、船の土台って言ったっけ。うん、あ、でも待って、まだ次あったわ。次のページ。よし、島に咲いてる花を使って女体化ポーションを作ったぞ。これで今から村に侵入してやる。帰ってこれから船を組み立てて、最後にこの日記の続きを書いてこの島を出よう。だって、女体化ポーション、女体化ポーション、これだよ、さっき俺たちがゲットした。あ、これじゃん。これで村に侵入して取り返そうって書いてあるけど、素材を。でも、この女体化ポーション使われてないよ。ってことは、そういうこと、死んだね。死んだね。この人、この人もやられちゃったのか。ちょっと待って、アイテム整理しよう。だから待って、とりあえず俺たちが船の素材を集めて外に出るためにしなきゃいけないことは、まず取られてない方を全部集めるのと、この女体化ポーションを頑張って使って村に潜入して、残りの方と土台だね、不土台か、土台を取り返しに行けばいいのか。そうだね、それでやっと船が作れるってことか。とりあえず近くに何かあるかな。
なんかこっち橋があるよ。待って、あそこ、あそこにいる。ああ、さっきのやつだ。めっちゃ剣持って騒がし回ってる。スナイパーで狙えないかな、ここから。あ、出た。え、出たよ。出た。俺カメラで見てたけど。ミッション完了だぜ。いや、あいつしよう。いや、違う、いた。多分食らったけどギリギリ生きてるみたい。こっちの方逃げてみて。そうだね、どこに行こう。お兄ちゃん、こっちこっち。ないない、どこ。あれ、多分さ、火山じゃないかな。あの形は多分火山だね。ここに謎の男が隠した残りの方があるんじゃないかな。うわ、待って。あ、どこ。あ、まさかこのブロックの形見てお化けと思った。違うか。なんだろう、このレバー。なんか道塞がってるね。こっちにもなんか、ん、暖かい炎は上、冷たい風は下へ。だって、正しいレバーを下げ、先に進む扉を開け、開け。ん、どういうこと。あ、だからこれが謎解きをしろってこと。で、この 1,2,3,4,5,6 って書いてあるやつが、うん、このレバーだよ、多分この6個の。暖かい炎は上、冷たい風は下。それ何、どこに暖かい炎。あ、待って待って待って、ケンタロウ。あ、これじゃね。この入り口のとこ、なんか1番、あ、そういうこと。炎があるのがこの2番と3番と6番と4番。え、じゃあ下げるの何番言ってみて。炎がないところは1と5。1と5。んどうだ、合ってるかな。開いた、開いた、すげえ。謎解き大成功じゃん。しかも火山だから見て、マグマある。アスレチックだ、しかも。ほっ、まあ任せよって気になったろ。なんかさ、天井当たったから気をつけてね。よいしょ、こっちか、多分こっちだな。あ、オッケー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 。あ、そういうことか。で、ここを開けて、あー、いけた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 。いいよ、ちょっと待ってね。ほっ、よいしょ。あー、オッケー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 。ナイス、よしよし、すごーかー、バイー、よし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 、いいよ。あとは簡単だね、俺らもうアスレいっぱいやってるから。よいしょ、オッケー、ケンタロウ、あ、来た来た来た、こっちこっちこっち、そう、サイ、オッケー、ナイス、よしよしよし、よしよし、奥見て。お、お、ある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 、船の方ゲット。よし、しかも2個あるじゃん。これで4つ目だ。あ、なんとか出れたよ、兄ちゃん。よかった、とりあえず穂はゲットしたけど、残りは穂がもう4つあるからさ、あと土台なんだよね。あと原木じゃない、原木ちょっとどっかとこで、原木、そうだね、原木取ってなかったわ、そういや。オッケー、6個、これぐらいあれば大丈夫でしょう。じゃあ、あとは船の土台だよね。でもこれ日記によるとあれだよ、村の中らしいよ、取られてるらしいから。吸血鬼になるけど行くしかないか。ニオタイカポーション、ニオタイカポーション使って女の子のふりする。ちょっとケンタ飲んでみてよ。今飲みます。はい、ケンタ頑張れ、せーの、いけ。どう、大丈夫、むよ、え、なんか、なんか入ってきた。お、ケンタロウ、おお、女の子になってる、ケンタロウ、お、すげえ、ニオタイカできてる。って声はわざとだろ。ねえ、ちょっと俺も飲みます。お兄ちゃん、お姉ちゃんも飲んで。お姉ちゃん設定もちゃんとね、飲みます。ほっ、どうだ。女の子っぽくなった、よし。あ、そうだ、女の子っぽく喋らないといけないのか。よし、じゃあケンタロウちゃん行くわよ。タロコ、タロコちゃん行くわよ、村に侵入しに行くわよ。待って、ソユミ、ソユミ、やだな、ソユミ、ちょっと待って、ソユミ、そういう民の名前はちょっとやだな。ちょ、ちょっと、もうちょっと、自然に、自然よ、自然を装う。あー、ただいまー、シュークリーム食べたい、プリント、プリント、シュークリーム、プリン大好き。ん、久しぶり、やばい、バレたか。ん、お前たち、この村にはいない連中だけど、誰だ。なんか、侵入者の男が現れたみたいなの聞いたから、隣の村から応援に来たの。そういうこと。お、あ、二人も探しに行ってくれる。あー、ちょっと準備整ったら行こうかな。ちょっとここで休憩させてほしいな。私たち骨折してて、二人とも骨折してるからね、今。わかった、じゃあ私は見張りをしてるからさ、じゃあゆっくりしててね。は、はい、ありがとう。もう私女の子だからー。
よし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 ちょっと見ないでよ。エッチ。ちょ痛い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 。ちょお兄ちゃん見て、ほら巨大ゲットしよ俺も。お本当だ。ほが足りないわ残り2個。いやほう探せほう探せ。あったここにあったぞ。ここにないから。あった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 、ほうあったよ。あった？うん。あとはここだ。あった。ここでこれ多分2人分作れる。あいけたいけたいけた、これで。よし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 。けど船作れたよ2個。よかったね。じゃあ、楽しんでね。楽しんでね、どういうこと？私はもうここで、あの子出して一緒に暮らすの。お前女の子と暮らしたいだけだろ。てか俺ら、もともと男なんだから切れちゃうよ、こうか。いずれ、それの効果。マチルダ、マチルダ最近元気？私ももう最近元気。トヨミだけど。間違えてるね。やらかした、やらかした。どうすんの？トヨミ、もうさ、最近さ、私なんか体が重くってさ、なんか頭が、やばい、なんか俺も、え、頭が、え、大丈夫ケア太郎、もしかして、あ、あ、あ、だあ、だあ、やばい、薬の効果が切れ、切れた、いや、あ、その見た目、侵入者だ、覚悟しろ、やばい、どうしようケア太郎、バレちゃった、倒れちゃった、じゃあこれはもう、しかない、食べるしかない、倒せ、お兄ちゃん武器持ってるよね。そうだ、俺銃持ってたんだ。絶対に許さないわよ。追い詰めた、追い詰めた。大丈夫、ケア太郎。最後に言いたいことはない？あ、ちょっと、ちょっと待って。あの、実は…終わりね。ヘッドショット。あ、ほら、ほらー、ほらー。え、倒した？倒した。倒した。そうだね、あの人めっちゃパフパフ鳴らしてたから、なんかここからいける？繋がってるから大丈夫か？繋がってる繋がってる。よし、はい、1個目、よし2個目、よし乗った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 、ケアタ乗った、よし、逃げるぞ逃げるぞ、脱出だ脱出だ。なんか俺見た目すごい、ちょっと外そう、よいしょ、 OK、 大丈夫かな、この間に人来ないかな。待ちなさい、待ちなさい、どこ声がする、大丈夫、あ、なんか人いる、おい待って、やばいやばい、ケア太郎応援が来た、応援が、逃げろ、やばい、早く逃げないと、逃げろー、お兄ちゃん外に出てきた、外、やっとだ外だ、ダッシュ成功、あぶねー、この船頑丈だ、すごい、え、俺の船バカにしてる、あれはオンボロやったな、このまま帰るぞ俺たちの島に、てかどっちが俺たちの島？え、わかんない、迷子になったどうだ、戻れ、女の人と一緒に暮らすんだ、いや戻るな、さすがに、さすがに戻るな